あれ。
伝説の調香師フロリアが残した香水のことです。かなり製作が難しい香水らしいんですけど、リリー姉妹なら絶対に作れると思って、それで旅の途中で天井岬に立ち寄ったわけです。なんでにょ。聞いてください、魔法使いさん、きっとお姉さまは私が邪魔になったのです。だからどうして。黒猫ちゃん、あまり真に受けないで。さっきからずっとこんな調子なんです。フェルチさんはそろそろファムさんを独り立ちさせたいと思って、奇跡の香水の作成をファムさん一人に託したので。私はこれ、もうファムさん、だからです。でもやっぱり私には一人旅なんて無理。魔法使いさんが一緒に来てくれるなら心強いです。よろしくお願いしますね。もふもふ、あ、ふもふちゃんたちも仲間が増えて喜んでるみたいです。もふ、心配しないでください。それはふもふちゃんたちの愛情表現です。フェルチ様、お茶が入りましたよ。やっぱり今から追いかけようかしら。うん、ダメ、ここで手を貸しちゃあの子は。そんなにファム様のことが心配なら今からでも追いかければいいじゃないですか。でもそれじゃあファムはいつまで経っても独り立ちしないわ。エテルネちゃん、先にお茶いただこう。フェルチ様もエテルネちゃんも静かにファム様の帰りを待つことはできないみたいね。こういう時、やっぱり決めたわ。ファムだけじゃ心配だから私も後を追うことにする。お土産期待してますよ。お母様に生水は不用意に口にしないようにと伝えておいてください。さすがエテルネちゃん、しっかりしてる。誰に似たのかしら。奇跡だって、香水のレシピを残したのは私たちのお母様なんだから。ファムさん、奇跡の香水の材料を見つけるまでお家には帰れないと思ってくださいね。そんな、ダメにゃ。奇跡の香水の素材さえ集めればファムさんは大手を振って家に帰れます。だけど材料を集めないで帰ったらペチ。お姉様は怒ったらすごく怖いんです。お姉様を絶対に怒らせたくないです。じゃあやることは決まりましたね。このレシピにある3つの材料を手に入れればいいんですね。わからないの。安心してください。一つ目の月輪花のありかは私が知ってます。本当ですか。でも楽な道じゃないです。もちろん。ここでお姉様の作ったハーブティーを飲みませんか。魔法使いさんも座ってください。あ、ファムさん落ち着いてください。